扉を開けると待っていたのは、出た3人衆。この3人が若頭補佐。怖い。怖いですね、この3人は。お、ヤクザおじき。あ、ずいぶん待たしてくれた。顔面狂気さん怖すぎる。偉くなったもんだな。怖いですね。うん。それは直系若頭補佐、久世剣王会。久世大作。申し訳ありません。久世の兄貴怖すぎる。当時は上の幹部がん首揃えたお前を呼び出した理由。なんでしょう。わかるよな。昨日の事件。渋沢組組長渋沢刑事。ああ。やっぱりてめえが。この人も V シネの帝王じゃないですか。太平一家組長阿波野。どうも皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。さくらゲームズです。今日はヤクザゼロをやっていきます。それでは始めていきましょう。熱烈なファン、親衛隊とかになっちゃう。天国圏。着きました、ラーメン屋。天国圏。あ、もう朝になってる。朝、午前6時50分。飲み明かしたんですね。おい、なんだよ。全然食ってねえじゃんか。この時間からやってるラーメン屋さんも大変ですね。大盛りなんか頼みやがって。24時間営業。情けねえこと言うなよ。それでも男が。うん。じゃあ朝飯くらいですかね。朝食になるのか。激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。朝のニュースが始まってるよ。続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。羽室町で変死体。死体で発見された男性は都内在住の会社員。眉間にほくろがある。32歳。警視庁の調べでは。聞いてんのかな、この2人は。桐生さんと今後関係者から事情を聞く方針です。おい、桐生。うん。タバコの煙が立ち上ってる。いや、お前、ゆうべの取り立て。うん。また口開いてないよ。錦の毛穴まで見えちゃってる。肌の毛穴まで見えちゃってる。ああ、これちょっと昔の映像っぽいですね。昭和のニュース。俺が取り立てした場所だ。うん。おいおい、お前。マジか。口開いてない。死ぬまで殴ったわけじゃねえ。うん。気絶はしてたけど。この場所は、神室町で人がごった返すネオン街から、わずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに隠れて。キャラクターたち、口全然開いてないですよ。かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体は、このわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ。あ、毛穴が迫らないで。生きてましたよね。うん。ほくろが印象的。俺が取り立てたやつだ。うん。お前、本当に間違いねえのか。はあ。何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。あ、ポケベルが来た。誰からだ。組か。暗号のやりとり、ポケベル。ああ、早速呼び出した。なんて書いてある。なんて書いてあるんでしょうか。事務所に電話してくる。うん、やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。うん。まずいことになったな。口もごもごしてる。あ、ちょっと動いた。やべえけど。うん。これで風間のおやさんの立場も危うくなる。うん。おやさんの立場が危うくなるのはまずい。つけ込まれちまうってことだ。うん。どういう意味だ。お前や俺がおやさんに拾われたってことは、堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ。俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。上の者の責任になってしまう。俺がやっちまったことだ。うん。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。そういうわけにはいかない。人になるとことがでかい。うん。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。ああ、政治みたいですね。堂島組は政治家の3人とかな。くそ。そもそも半年前。うん。おやさんが殺にパクられたのも。ああ、そう。リークしたんだ。なるほど。なんだそれは。おやさんの仕切ってた鳥羽。内部から漏れた。場所変えてたのにいきなり摘発くらったろ。ああ、そっか。ありゃ組の事情に詳しいもんが殺にチクったとしか思えねえ。で、それが誰かっていや。三人の若頭補佐の一人。クゼの兄貴出た。クゼの兄貴だった。武闘派のクゼの兄貴。クゼの兄貴が。おやっさんを殺に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもその件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いづいてる。勢いづいてんの？ないとこになんとやらだ。ああ。何しろ。煙は立たない。組に連絡するしかねえ。だろう。そうか。そうだな。分かった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。まずは連絡しましょうか。ポケベルになんて来たんでしょう。ああ、すっかりもう朝。飲み明かして締めのラーメン食べたら事件が起きていた。堂島組の事務所に連絡をつけよう。近くに公衆電話があるはずだ。公衆電話を探せ。公衆電話はどこですか？こっちかな。反対。こっちか。ちょっと酔っ払ってますよ、キリュウさん。ここはもうアパートですね。アパートがあって、ここ。組の事務所に電話しねえとな。電話しましょう。北海道ラーメン、津軽。北海道なのかな？津軽は青森じゃない。電話中。誰も出ない。あ、出た。キリュウだ。そっちで誰か、俺のポケベル鳴らしたか。はい、クゼの兄貴に電話は。クゼの兄貴。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。じゃあ行きましょう。若頭三人衆が待っている。組事務所へ向かいます。領土中。仕方ね。堂島組本部までタクシーで行くか。堂島組本部へ向かえ。タクシーはここから行けるかな。タクシーは大通りまで出ないとない。こっち行けない。行けるかな。あ、こっちから行ける。はいはいはい。ここから行けんじゃないかな。ダッシュ。ここから行けそうです。大通りへ出てきました。あったタクシー。これに乗って、堂島組本部へ向かいましょう。乗る。970円。堂島組本部へ向かいます。はい。堂島組本部まで行ってくれ。かしこまりました。行きましょう。堂島組本部で若頭補佐3人が待っているみたいです。そして、着いたでしょうか。ここが堂島組本部。おお、巨大なシャッターで覆われていますよ。勝ち込み防止になってる。おお、厳重なシャッターがある。鉄格子をどうする？お、入れた。事務所の本部へ向かっていきます。扉を開けると待っていたのは出た三人衆。この三人が若頭補佐。怖い。怖いですね、この三人は。お。ヤクザおじき。あ、ずいぶん待たしてくれ。顔面狂気さん怖すぎる。偉くなったもんだな。怖いですね。それは直系若頭補佐クゼ剣王会クゼ大作。申し訳ありません。クゼの兄貴。クゼの兄貴怖すぎる。こんな昼間から。堂島組の幹部がん首揃えたお前を呼び出した理由。なんでしょう。わかるよな。昨日の事件。渋沢組組長渋沢刑事。そして、もう一人。ああ。この人も、Vシネの帝王じゃないですか。太平一家組長、阿波野。お前に取り立てを頼んだ金貸しから、組に連絡があってな。金貸し。この三人衆怖い。投稿クレジット。はいはいはい。最初の仕事を請け負ったところ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのおめえだろ。ああ、そういうことにされてる。もっとも、あいつは自分のせいじゃねえって、早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで、本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちょっと狙われてますね、桐生さん。同情するぜ。あ、すごい、毛穴がすごい。そんなことはどうでもいい。理由がどうあれ、敵をやっちまったっつうことはどう幕を引く。癖の兄貴怖い。怖すぎる。俺は自動出すにやれ。おう。安心しろ。敵ったって相手も借金まみれのクズだ。うん。臭い飯1、8年食えばこた収まる。無償移金させられちゃいそう。そうそう。まずい。なあ、殺しの方はそれでお上と手打ちするとして。うん。それより問題は。風間の。あの場所からどう人目をそらすかだが。あの場所。そうだな。任侠。面倒なことをしてくれたもんだ。うん。クゼの兄貴が怪しいですよ。あの場所ってどういう意味すか。うん。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。そこには何があったの。おいゲリア。うん。おい、よりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。この3人は組んでんですかね。おやっさんの指示って。うん。なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに怖い。こっちの意見は聞いてくれない。なんであの場所を選んだ。うん。頭の指示じゃねえのか。違いますよ。青野さん。それに、チャカはどこで手に入れた。うん。それも頭から渡す。渋沢さん違うんですよ。チャカ。うん。一体何の話をしてるんですか。そうそうそう。俺は銃なんか持ってません。拳でちょっと懲らしめただけです。このに及んで白を切るつもりってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。うん。本当ですか、その話。うん。だったら、死体転がしたのは俺じゃありません。そうですよ。奴を殴っただけです。そうです、そうです。本当です。聞いてくれるかな、兄貴たち。もしその話が本当だとしたら、うん。お前は誰かにはめられたって。渋沢さんだけ話が分かってくれる。そうです。間違っても隣の2人の兄貴は聞いてくれないと言ってるが、どうしますか。阿野と久世の兄貴は嘘、嘘じゃないって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。おうキリ、もう一度聞くぞ。うん。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こした。久世の兄貴聞いてくれない。金貸しからの指示だったんです。うん。あの場所に相手を呼び出すから。少し痛い目に合わせてから金を取り立ててくれって。事実を言ってますよ、桐生さんは。今言ったこと間違いねえな。はい、間違いないです、阿野の兄貴。どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。うん。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。あっちの仕事、どっちの仕事ですか。どうするよ、クゼの兄貴。久世の兄貴が一番上なのかな。渋沢さんよりも上なのが阿野で、阿野の上がさらに久世の兄貴。あ、どういうこと。え、どうするんですか。あ、人払いして二人の兄貴たち帰っちゃった。久世の兄貴と二人で残されちゃった。怖い怖い。入れ墨が出てますよ。うん、タバコ吸って。どうする？もう、和彫りが出ています。何が何だかわかんねえって面だな。はい、そうです。ええ。例の死体が見つかったあの場所はな。うん。あそこは、通称殻の一坪って、厄介な土地なんだよ。殻の一坪。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、うん、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。ああ、どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。うん、殻の一粒。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。うん、親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。なるほど。ちょうどその場所で事件が起こっちゃった。だが、うん、その場所で敵の死体が見つかった。そうですね。あの土地が世間の目を引いちゃ、うん、地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。じゃあどうする。ほんと困った話さ。なあ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一粒にはな、別の意味もあってな。なんでしょう。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。ああ、褒美。地位不在の風間の頭の後、後釜堂島組次期若頭のポストだ。若頭の座がかけられてる。つまりあの土地は、俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。昇格できるってことですか。最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が、俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、違いますよ。その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだ。そうです。怖い。ちょっと待ってください。顔面狂気さん。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんす？どうなるんす。独特の言い回し。さあな、だが組の一大事に無所にいるようじゃ、頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が、理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃ。これはめられてますね、完全に。きっちりけじめつけないとな。あの三人の誰かが、おやっさんは関係ない、風間のおやっさんと桐生さんをはめようとしてる。聞く耳を持たない。そういうことは殺に。ああ、全然聞いてくれない。ヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえ。はめられてますね、完全に。3人の兄貴の誰かに。殺には今日中に実施しろよ。間違えた。スクリーンショットいらない。円弧詰めとけや。あ、円弧詰めとけ。極道なら、組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。組長はどこにいる？堂島組長。帰っていったー。さあどうする、これから。おー、出てきて。兄貴たちは帰っていった。どうやら俺ははめられたらしい。はめたのはあの金貸しだ。金貸しがはめたんですか。あの兄貴3人じゃないですかね。この人はめ、何のためにはめたんでしょう。どういうからくりになっているのか。奴から話を聞く必要があるな。オーボーイ、初老の外国人。また出てきた。もう一人連れてきてますよ。なんだ、昨日会ったおっさんじゃねえか。やっと見つけた。あ、ちょ。これ分かった分かった。アップロード消して、はい。やっと見つけた。ずいぶん探したよ。俺を探してた。酒くせえな。ベロベロじゃねえか。この町は酒を飲むためにあるのよ。カモジ君と二人で飲み明かしたね。カモジ君誰？お辞儀して。そうかい、仲が良さそうで結構なことだな。ボーイ、ずいぶん怖い顔してどうかしたね。私でよければ話聞くよ。まあいろいろあったな。まあいいです。私ボーイにお願いがあるのよ。なんでしょう。そんな初老の外国人の話を聞いてる場合じゃない。桐生さんが殺人容疑をかけられています。お願い。そういえばさっき俺を探していたとか言ってたな。いやそんなことはどうでもいい。悪いがこっちはあんたの相手をしているほど暇じゃねえ。また今度だ。実はね、向こうから来る怖い顔したメンズと話をつけてほしいのよ。誰でしょう。こっちの事情はお構いなしかよ。どうして俺がそんなことしなきゃならねえんだ。それは彼らに聞いていいよ。ボーイと話をつけるって言ってるよ。なんで桐生さん、どういうこと。あ、ほらほら、もう聞いちゃったよ。うわ、じじい、この兄ちゃんがそうか。イエス、私の弟子ね。あ、弟子だと。俺たちがそこの2人に貸した100万円、もうとっくに返済期限が過ぎてんだよね。すぐにでも払ってもらわないと困るわけよ。その話が俺に何度か関係あんのか。まさかその100万俺に払えって言うんじゃねえだろうな。フィッシュハートがあればウォーターハート。ああ、魚心あれば水心。師匠の借金は弟子が払うものね。いつの間にか師匠と弟子の関係になってしまった。ふざけんな。俺がいつからあんたの弟子になったって言うんだ。何でもいいからさっさと金出してもらおうか。さもないと俺の後ろにいるこの男が黙っちゃいないぜ。ブルノ。このブルノを相手に強情を張り通せたやつはいねえ。怪我する前に金出しておいた方が身のためだぜ。ああ、結構なんだろう、はったりをかましてくるねえボーイ。あ、あの後ろにいる大きな男ブルノとファイトしてボーイは勝てるかい？さあどうだろうな。どちらにせよ俺には関係ねえ話だ。面倒な話に巻き込むんじゃねえ。つまり自信ないんだね。そうは言ってねえ。そうやって俺を焚きつけようとしても無駄だぜ。てめえの借金はてめえで払え。ふう、これくらいの相手にビビってちゃお話にならないね。世界にはあんなのがゴロゴロいるんですよ。は世界、さっきから一体何を言って、何ごそごそ喋ってやがる。金を出すのか出さねえのかはっきりしやがれ。チンピラ風の男だから俺には関係ねえって。 OK わかりました。金は払います。お、私あなたに迷惑かけた。だから迷惑料入れて200万は払ってもいいよ。200万だとんな話信用できるか。この酔っ払いが200万円も本当に持ってます。あなたにあげてもいいです。正しい条件があるよ。条件なんだよ。そこの後ろの人がファイティングして私たち3人に勝ったら200万円払うよ。でも私たちが勝ったらお金も払いません。え、酔っ払いすぎて頭おかしくなったのか。ブルノはこの辺りじゃ有名な喧嘩野郎だぜ。お前ら3人が束になっても勝てやしねえぞ。No, no. 戦うのを1人ずつよ。3人がかりで戦うのはフェアじゃないのよ。ブルノは相手に怠慢だとは。とんだ自殺願望をちゃもいてもいいぜ。その条件飲んでやるよ。グッド、交渉成立ね。言っとくが俺は手伝うつもりはねえからな。おっさんたちも痛い目に遭わないうちに早いとこを浴び入れた方が、うん、そっちの方が賢明ですよ。それじゃあまずはオラから行くよ。カモジさん大丈夫？ワンパンでやられちゃう。おいおい、お前も人の話を聞け。おっさんいいのか？大丈夫よ。カモジ君はちょっと頑張るだけね。ボーイはカモジ君の動き見ててよ。なんだと？レッツファイト。カモジさん大丈夫ですか？ブルの強さ、おお、強そう。カモジさん、おお、かわして。強い強い。おお、謎の格闘技を。強すぎる。おお、フェイント入れて。え、ひらめいた。ボクシングの構えですかね。何かひらめいた桐生さん。あ、少し疲れたな。やっぱり飯食わねえとダメだ。カモジさんすごい動きしてましたよ。カモジとか言ったな。今の動きは一体。いや、それよりも大丈夫か。素人が無理するもんじゃねえ。大丈夫よ。向こうのパンチ全然ヒットしてなかったね。おい、そこのホームレス。ブルノはまだピンピンしてるぞ。そのヘナジョコパンチでまだやるのか。ああ、もうカモジ君はギブアップ。ドクターじゃなくてバッカスストップだよ。酒の神バッカス。あとはこのボーイがやります。ボーイどうしたらいいか分かったね。ふっ、しょうがねえな。そうだね。これっぽっちやる気なんてなかったが、あいつの技を見ちまったら気が変わったぜ。じゃ200万円の惨殺賞第2ラウンドといこうか。ブルノやっちまえ。バトルになってしまった。町のチンピラと戦うことになりました。方向パンチでラッシュスタイルに切り替えられます。はい、特徴スウェイが連続で行えることで最大3連続。 OK ノーダメージ。スウェイで連続。 OK ラッシュスタイルを駆使して喧嘩自慢ブルノを華麗に倒しましょう。ラッシュスタイルや敵に一定攻撃を与えることで敵が気絶状態になります。ダウンを奪いにくい敵には X 攻撃が有効です。 OK X でどんどん行こう。かわしてかわしてかわして。チャンスチャンス。とどめを刺しますか。決まった。24万円も持っていたブルノさん。さあ倒して喧嘩自慢ブルノさん倒しましたよ。なブルノがこんな一方的に。てめえ一体何者なんだ。俺は堂島組の桐生だ。お前らどこの組のもんだ。え、あ、本職の方だったんですか。すみません。俺らは、いや、僕たちは投稿クレジットのものです。あ、この社長に用があったんですよ。投稿クレジットの。投稿クレジットか、ちょうどいい。俺は投稿クレジットの社長に用があるんだ。急いで会いたいんだが、社長は今どこにいる。社長ですか？それなら今オフィスにいるかと思います。オフィスか。確か太平通り東の雑居ビルだったな。それじゃあそっちに行ってみるか。私の借金これでチャラ。仕方ねえっす。約束は約束ですから。回収できなかったツケはブルノに払わせます。それか切り取りのルールでブルノに払わせんの。このチンピラの男じゃなくてブルノさんかわいそう。勝負の世界は厳しいね。では僕たちはこの辺で失礼します。おいブルノ、さっさと起きろ。ブルノは何も言わずに戦い、そして去っていく。おいおっさん、あんた何者だ。何の目的があって俺に近づいてくるんだ。私はそうね、この町ではバッカスって言われてます。さっきは本当に困ってるボーイを探してたのよ。よく言うぜ。困ったのはこっちの方だ。何か事情があるなら全部話してくれ。あのカーモジって男にしてもそうだ。ただのホームレスにしちゃ動きが素人じゃない。一体何者なんだ。そうそう、それね。カーモジ君のお仕事とても面白いのよ。ボーイにも見てほしいね。カーモジの仕事？ホームレスがどんな仕事をしてるんだ。ズバリ押し倒してみてよ。なんでしょそれ。いかがわしい仕事みたいだな。ちげえよ、倒してみろやね。ちょっと違ってた。ちょっと違って全然違う。倒してみろや。そう間違えたね。で、どんな仕事なんだ。客から参加料をもらって存分に殴りかかってもらう仕事だ。よくわかんないな。新手の SM か何かか。そんなんじゃねえって。詳しくは仕事場に来てくんろ。七福パークっていう駐車場だ。カモジ君のボーイのファート。カモジ君はボーイのファイトに役立つたくさん SS を持ってるよ。ボーイは見なきゃ損するね。言いたいこと分かった。七福パークだな。時間ができた時行くぜ。堂島組の桐生さんでしたね。待ってるんでよ。じゃあカモジ君強かった。去っていきました。さて一見落着したけどね。ボーイ本当に世界を目指してみないか。あ、世界？おいおい、さっきも何か言ってたが、まさか俺に格闘家になれとでも言うのか。そうね。イエス、ボーイ、あなた、素質が最高にあるよ。ワールドチャンピオンも夢じゃないね。そんな言葉に乗せられて、夢見るほどガキじゃねえよ。スカウトなら予想を当たってくれ。いや、まだ20歳で若いですよ、キリュウさん。いけるんじゃないでしょうか。ボーイ、このままストリートだけしてても、きっと路地裏でナイフに刺されて死ぬよ。まあ、それはありそうです。バカス。それよりもスポットライトが当たる場所、私たくさん知ってるよ。私と一緒に世界を目指さないか。まあ、会ったばかりの人間から何を言われてわけわからないよね。おげおげ、今は諦めます。でも私、諦めないよ。どっち？諦めるって言って諦めないの？ボーイまだ強くなるから、いろいろ教えるよ。あんたのトレーナーとしての腕前は本物らしい。それは信用しても良さそうだ。だが今の俺はとにかく余計なことを考えてる余裕がない。ま、縁があったらな。じゃあボーイ、また会う時までナイフに刺されて死なないようにね。あとガンで撃たれるのも危ないよ。確かにどっちも危ないんですよ。縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。またな。バッカスはどこかへ消えていきました。投稿クレジットの社長はオフィスにいるらしい。太平通りの東の雑居ビルと言ってたな。そこに行ってみよう。投稿クレジットへ向かい、矢印方向へ向かいます。こっちからも行けるのかな。走るわ、これ。走っていこう。スタミナがあるんじゃないかな。失礼。ご先祖様たち失礼しました。こっちの方。デバギャルと合コン。何を言ってるんでしょう。ここかな。あ、ここは、あれ。寿薬局。寿薬局ずっとありますね。おー。かなり老舗になってます。スタミナ X 3億円まであります。3億円持ってるからスタミナロイヤル買っちゃおうか。12本。わー、スタミナロイヤルだらけになっちゃった。ありがとうございます。帰りましょう。ちょっとどうしようか。社長のとこまで行きますか。あれ、この近く？ん？ここか。向かいでした。向かいの家じゃない、ビル。投稿クレジット。ここがあの金貸しの事務所だった。連中が何を企んでいるかわからない以上、用心しておくには越したことはないが。入る。よし、中に入ろう。社長、いますか？出てきてください。入っていきまーす。うおー、待ち構えてる。イアさんたち。いかにもな人たちが出てきます。俺が来んのは、宣告承知ってわけか。ああ。待ち構えている。堂島組の桐生一馬だ。うん。東郷クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。そうですよ。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。会ってください。じゃあお前ら半殺しにして、会う気にさせてやる。力ずくでいきましょう。この人数相手にあんた一人でか。うん。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。うん。さっさと道上げねえか、チンピラ。激怒する桐生さん。さあ、東郷クレジットの男たち倒していきましょう。バットみたいな構えする。倒します。バットじゃなくて鉄パイプください。もらっていこう。あれ、もらえない。もらえないですね。よし、倒したよ。はい、次。うわ、強い。エレベーターで上へ向かおう。上へ向かいまーす。東郷クレジットへ向かいましょう。お、まだ構えてる。結構いっぱいいるのかな。ちょっと時間がかかるかな。よし、行こう。強い。かなり早技です。投げちゃおう。蹴り決まった。はい、次。よし、終わった。これでもう社長に会える？社長出てきてください。東郷クレジット。あ、ここですか？待っているでしょうか。頼もう。待っていたのは社長が待っている。信じられない。いたいた。銃持ってるしかも。まさかここまでたどり着くかよ。うん。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。銃構えてる。ちょっと危ない。話？うん。何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。うん。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？はめるよう仕向けられた。近づくな。わかった。お、事情を話す。だから、ちょっと待ってくれ。わかったよ。待ってますよ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。うん。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。人から頼まれた。あの場所で取り立てさせるようにって。あ、それだけ。そいつを頼んだのは誰だ？あ、そこ重要。その人は。うん。あ、え？誰か来てきた。クゼの兄貴出てきた。クゼの兄貴。なぜかクゼの兄貴が出てきて。うん、あんたが俺をはめたんですか？何の話だ？あ、ねえ、社長さん。怖い、凄んできてる。桐生。うん。お前何やってんだ？あ、殺に実するやつ。怖い。迫ってきてる。受けたことやってんじゃねえぞ。殴られる。なぜ？あなたが仕向けたんじゃないですか、クズの兄貴。ああ、やっぱちょっとなまってんの。うん。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。うん。現役じゃないんですか？社長さん、ちょっと外してもらえませんか？うん。この若いのに説教しねえとな。ごゆっくり。ちょっと社長さん、どこ行くんですか？あなたに用があったんですよ。社長、どっか行っちゃった。クゼの兄貴と二人になっちゃった。タバコ？タバコを吸わせる。パンチしてタバコを吸わせる。どういうことでしょう。うめえぞ、それ。一体何を言っているんでしょう。え？座ってる。なぜか座ってるクズの兄貴。お前とは一度腹割って話してと思ってたからよ。なぜかクレジット会社、金融、おめえと錦山、金融会社来て、個人なんだってな。社長の部屋に居座ってますよ。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。うん。確か、ひまわりとかいう養護施設。沖縄にある、ひまわり。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。うん。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。うん。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。というと？どういう意味ですか？うん。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。なってるんですか？おめえと錦山。うん、頭のためなら命も惜しくねっていう、こういうの洗脳っていうのが。洗脳とはちょっと違うんじゃない？慕われてんじゃないですか。そろそろ本題に入ってもらえませんか。うん、クゼの兄貴、あんたの話はさっぱり先が見えねえ。うん、周りくどいかな。キリン、お前風間の頭を。どういうこと？何？殻の一粒の話はしたな。うん、それさえ手にするや俺が次の若頭。このクゼの兄貴がはめたんじゃないですか。何に？そのために必要なあの土地のスパイをしろと。ある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやる。ある情報。ある情報。うん。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組手の将来を俺が約束してやる。うん。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。クゼの兄貴の犬になれってことですか。構成員25000の登場会。うん、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。例の殺しの真犯人も渡している。それ誰なんでしょう。やっぱりあんたが俺をはめたんだ。さあな、そこは言わない。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所謂だ。いい、なかなかすごい手を使ってきますよ。もう先のねえ風間につくか。好きな方選べ。選ぶしかない。だが返事は今だ。この場でしろ。クゼの兄貴につくしかない。クゼの兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが。全然器じゃねえよ。いきなり喧嘩売ってますよ。何？うん。俺のこともおやつさんのことも。うん。あんた何も分かっちゃいねえ。何も言わずに帰っていく。ガキ。この俺を敵に回すのか。うん。本当にその覚悟があるんだろうな。怖い。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。敵対しちゃうクゼの兄貴とスパイの申し出を断れ。そしてどうするんでしょう。外に出てきた。ポケベルが鳴ってる？ん？ポケベルの呼び出しか。X719348 なんて書いてあるんだか全然わかんない。知らねえ番号から。誰だこの番号。どこからだ。見覚えのねえ番号だがどうせ錦だろ。公衆電話を探してかけてみるか。公衆電話を探せ。探しましょう。その前にここでもセーブして終わりましょうか。わかったわかった。公衆電話ここかな。あ、チンピラ見つかる。チンピラ怖い。見つかっちゃう。よし。OK。電話をかけてみます。公衆電話からポケベルにかけられるんですか。錦だった。桐生だな。うん。錦山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。うん。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。うん。風間組、なんでお前そんなとこに。今柏木さんと会って話して。柏木さん、お若き日の柏木さん。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ。うん、なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。はい、出ています。ああ、だがいろいろあった。うん、確かにいろいろあった。そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。事務所に向かう。お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。うん。お前、殻の一つぼって聞いたことある。ああ、ちょうどそこの話。藤の兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。ということでした。風間組の事務所に向かうか。風間組事務所に向かい。ということで、ここまでにしましょう。何か動きがありそう。そしてクゼの兄貴と敵対してしまった桐生さん、そして味方の柏木さんと錦がいる風間組事務所へ次回は向かっていきましょう。